アニョハセヨ、元大手美容カウンセラー歴6年のプロビューティーカウンセラーのナインです。この間ですね、韓国でリップのアートメイクをやってきました。今日は当日の様子から痛み、そして経過まで詳しく説明したいと思います。じゃあ早速ですね、当日の様子からお届けしますね。クラウン、シジャッキバリッキよ。口中にナイン、これからリップのアートメイクに向かってます。最後の唇収めたところ。お店はお引越しして新しくオープンしたばかりなので、店内清潔感がありとても綺麗です。まずはこんな感じで麻酔からやりました。待ってる間も上下分けてラップしてくれるので普通に話せます。上下分かれてることは途中で気づきました。원하시는색상있으세요어제가쿨톤인데요예쿨톤에어울리는핑크색같은핑크요、네、私はこんな感じで先生と相談して色味を決めていきました。그리고이제섀도우같은경우에도이제보라색이랑이제핑크계열이제섞인거잖아요、네、그래서제가봤을때는입술을좀비슷한계열로가시는게맞을것같고、네、예핑크랑라즈베리로추천을해드릴게요、네、그렇게해서조합을해서그렇게예색상입히는걸로진행해드릴게요、네、그러면은지금풀립원하세요아니면그라데이션으로원하세요요새는지금그라데이션으로많이하시긴하시고요지금뭐풀립은완전이제가득채우는이런기법이고어그라데이션같은경우에는이제끝이조금흩뿌리는눈처럼이렇게흩뿌리는그런식으로이제기법을하고있고요새손님들은그라데이션으로많이하세요쇼레샷을見せていただいて私もグラデーションにすることにしました。네네이용품어울리실것같아요 네, 네제가인중이길어서조금여기짧게보이도록디자인할수있어요그러면은이제오버립으로하셔야되는데오버립이이제피부가나중에이제좀남을수도있어가지고왜냐면이제이입술색깔이이제피부색이랑완전다르잖아요그래서시간이지나면은여기위에살짝남을수도있어서안하는게예제가봤을땐그런데일단은시술해보고만약에좀부족한부분이있으시면그때더채워드릴수있어요네예네네네こんな感じでデザインをしてから施術に入ります。このあと施術に入っていくので苦手な方はちょっとだけスキップしてください。こんな感じで色を少しずつのせてもらいます。痛みは全くないのでリラックスして受けることができました。上下に何回かに分けて少しずつ色味を足していってくれます。かなり丁寧に施術をしてくださいました。これが最後の段階です。すでに唇がすごい綺麗な色になってる。アートメイクが終わって帰ってるところです。めっちゃいい感じ。少しねなんか麻酔が効いてて違和感なんですけど、ちょっとヒリヒリする感じがあります。口にナイン、はい、今日は1日目になります。痛みとかはね全くなくって、終わってからまだ麻酔が効いてたからその違和感っていうのが気になっただけで、痛みとかはね全然ないです。普通に麻酔切れてからご飯も普通に食べれたし、乾燥を気になるたびにこれ塗ってねって言われて、唇の乾燥が気になるたびに綿棒で塗ってます。唇はちょっとなんかザラつく感じっていうのがあるかな。色が翌日になったらもっとこう濃く浮き出てきたような感じがします。はい、ということでですね、今日ちょうどリップのアートメイクをしてから4週間1ヶ月が経過いたしました。超ぴったり1ヶ月で、今ですねのリップバームしか塗ってないので、これが本当にもう元の唇の色なんですけれども、どう、めっちゃ自然じゃないですか。すっぴんでいてもすっぴんじゃないように見えるんですよ。リップ以外にもだいぶ昔にね眉毛と、あとヘアラインは多分見てくださった方わかるかな。だからヘアライン、眉毛、唇、
プリで3点やってることになるんですが、本当にすっぴんでもなんかメイクをしてる風に見えるんですよ。だからめっちゃ楽だし、私唇でいいなって思ったのが、例えば口紅とか塗ってもどんなに落ちにくいリップを使ったとしても剥がれるじゃないですか。それがやっぱリップのアートメイクをやっていることで剥がれてもそんなに気にならないし、あとはそのリップの発色自体もめちゃめちゃ良くなる。しかもなんかすごい濃く塗る感じじゃなくって、なんか元からこの人唇の色綺麗みたいな感じで見せてくれるから、めっちゃ自然で綺麗な感じですよね。しかもね、肌の透明感も上がると思うの。やっぱり唇の色が悪いと顔全体的にすごいくすんでから、なんか不健康に見えたりするから、そういうのがね気になってるっていう方にもリップのアートメイクはめちゃめちゃおすすめ。本当にアートメイク1個しだすと他もね絶対に色々やりたくなると思う。それだけすごく簡単だし、満足度もめちゃめちゃ高い。もう本当に施術中に先生の方がすごくね丁寧にやってくださったので、めっちゃ綺麗に仕上がって本当に大満足です。アップだとこんな感じ。なんか昔のリップのアートメイクってすごい不自然な感じだったと思うんだけど、今のリップのアートメイクって本当に自然で、これがアートメイクって気づかなくないですか。痛みはですね、施術中は麻酔を使うので本当に全然なくって、音がジョリ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 鳴ってるなみたいな、ひぎそりみたいな音が鳴るので、けど全然ね痛みはないです。で、あとは施術終わった後麻酔が切れてくると、あ、なんかヒリヒリするっていうのが少しあったんですけれども、もうね当日の数時間後には全然なくなってたし、あとこれ塗ってくださいってリップバームくれたので、それをね私は乾燥が気になるたびにちょく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 唇に塗ってました。あとはなんか一番辛かった面といえば、この麻酔が効いてる間、なんか歯医者の麻酔みたいな感じで、もうほんと唇の感覚がなくなるので、なんか自分の口閉じてるか開いてんのかよくわかんないみたいな。でもそれもね、家に帰ってきて数時間したら落ち着いたっていう感じなので、本当に終わって 1,2 時間が一番なんか麻酔の変な感じ、その間が一番なんか麻酔の残ってる感じが嫌だなっていう感じで、他はもう全然すぐ麻酔も切れてくれるし、ご飯も通常通り食べれます。だけど一応辛いものとか熱いものは 2,3 日控えてくださいって言われました。あと洗顔メイクも問題なくすぐできるし、口紅はね1週間 NG って言われました。まあ気になる点は、あとは乾燥、めっちゃ唇が乾燥するから、それはいただいたリップをずっと塗り続けるっていう感じでしたね。で、色味の変化をね私は写真を撮っておいたので、それをねちょっと皆さんにお見せしたいと思います。こちらがですね次の日、翌日ですね。この日がなんかちょっとかさぶたが浮いてくる感じもあって、一番多分唇が濃く発色してたかなって思います。私はめっちゃグロスを塗りまくってました。口紅塗ってる感じでアートメイクとは分からないですよね。で、2日目ですね。2日目は少し色が落ちた感じ、こっからね結構馴染んでくる感じがありました。多分なんかこうかさぶたみたいのが剥がれてきてるのかなっていう感じで、どんどん自分のこう唇に溶け込んでいく感じがありますね。もうここまで来ると本当になんか結構馴染んじゃうから、多分一番濃く出るのが次の日っていう感じかな。で、こちらが4日目なんですけれども、もうだいぶ自然じゃないですか。なんか血色がいい人の唇みたいな感じで、こっからはねもう本当に馴染んじゃって全然わからないっていう感じだと思います。で、こちらが5日目なんですけれども、4日目も5日目もそんなに変わらないかなっていう感じで、本当にここから徐々に徐々に少しずつこう薄くなっていくような感じだから、多分写真で見てもそんなに変化はねわからないかなっていう感じですね。で、ちょうどこちらが1週間目なんですけれども、もう超馴染んでません？かなり唇の色可愛い感じになりましたよね。っていう感じでね、1週間目までこんな感じで写真を押さえておいたんですけれども、今1ヶ月後なんですけれども、1週間目よりもうちょっとお色味が落ちてきた感じで、かなり自然になりました。やっぱり唇ってご飯よく食べたり歯磨きとかもするから、多分ね落ちとかも早いんじゃないかなって思うので、リタッチをして1年の持続期間ということなんですが、これはね私は絶対に1年後またやりたいって思う施術でした。もう大満足だし、ほんとすっぴんがすっぴんじゃないみたいになるし、あまりメイクしたくない方は本当にアートメイクはめっちゃ楽でいいんじゃないかなと思う。で、今回私が受けたアートメイクがブラウニーっていうお店で、場所なんですけれども、一番近いのがノンヒョン駅7号線ですねの3番出口から徒歩4分です。あとは新ノンヒョン駅からも行けて、その場合は3番出口から徒歩8分なので、ノンヒョン駅で降りていただくのがいいと思います。価格はリップのアートメイクは32万ウォンで、リタッチは2ヶ月間無料になります。6ヶ月以内の場合は10万ウォンだそうです。今はなんか移転オープン記念でイベント中でちょっと価格が安くなっているみたいです。あとは完全予約制なので、必ず旅行の予定を組んでいる方っていうのは事前に予約していただくのがおすすめです。あと今回私の YouTube を見てご覧にされる方に1万ウォン割引をしてくださるそうなので、ぜひちょっとリップのアートメイクしてみたかった
っていう方は予約してから行ってみてください。ブラウニーのお店の詳細は私のインスタとか YouTube の概要欄にも載せておきますので、ぜひねそちら合わせて確認いただいて、予約は直接ブラウニーの方にお問い合わせをお願いします。では私のインスタの方では韓国の最新情報とかもたくさん載せているので、ぜひフォローもお願いします。アートメイクすごい気になってる方も多いと思うので、ぜひ参考になれば嬉しいです。今年中にチャンネル登録者3万人を目標としています。ぜひまだな方はチャンネル登録と高評価ボタン、インスタもフォローお願いします。クラウンウリンターメマンだよ。アンニョー。